のはあんたなんだらってつつぶやかれてもぼんやりと空を眺め回しては聞こえてないふり世界の終わりがそこで待ってると思い出したように君は笑い出す赤みのかかった月が昇るときそれで最後だと僕は聞かされる静かに待つパンを焼きながら待ち焦がれているやってくる時を待ち焦がれている